どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていくテーマはこちらということになるんですけど、毛沢東ということでやっていきましょうということです。はい、私は何回も言っている通りですが、共産主義に屈するぐらいだったら、共産主義に屈するぐらいだったらですね、死んだ方がマシだと言ってます。はい、共産主義に要するに国を乗っ取られるぐらいだったら徹底抗戦しますと。はい、政府が要するに降伏しましたって知ったこっちゃねえよって話ですね。はい、誰が何と言おうと関係ねえっていうね、話になるんですけど、はい、共産主義に膝を屈するぐらいだったら私は死んだ方がマシだっていうのをずっと言い続けてます。はい、ということになるんで、順番にいきましょう。ただし私も穏健派なので別にことが起こらないであろうっていう状態なんであれば言いませんが、これを私が話さなきゃいけない状況下にあるということを言ってるわけです。もうすぐ第三次世界大戦が始まるんですね。寝ぼけとんのか。もう始まってんだよ。はい、死者数ということになります。よろしいでしょうか。はい、毛沢東ということになるんですけれども、4500万人から1億人以上というふうになって、まあそれ以上いるとは思います。はい、計算した結果は大体4500万人は確実に死んでるだろうとよく言われてますね。で、まあ大体1億人ぐらいじゃないかなっていう話になるんですけど、直接間接を含むという、まあ、虐殺ということになるわけですね。はい、ということなんですが、これの恐ろしいところは何かっていうことになるんですけども、まあ要するに毛沢東が要するに何かを要するに虐殺をしようと思って虐殺をしたわけではないんですよ。とりあえず虐殺をしまくるぞとかいうなんかそういう応援をしたから、要するにそれをだけでこれだけ出たんですよっていう話じゃないんですね。はい、まあ一つ一つ見ていきましょうということになるんですが、はい、こちらどうもということになります。はい、まず、毛沢東の要するにポイントはこちらということになるんですが、これかなりオブラートに話してます。はい、かなりオブラートに話してます。はい、まず一つ目、とりあえず暴力で殺す。はい、とりあえず無意味に暴力で殺すと。はい、で二つ目ということになるんですが、指先一つでスズメが全滅と、まあ、人間が数千万人ぐらい死にますよという状態なんですね。北斗の拳よりすごいですね。指先一つでね、スズメを殺せって言ったら、まあ、スズメが全滅しては、ね、人間が数千万人死ぬということですね。ケンシロウとか名前優しいですよね。ケンシロウのあの死に方見てえげつないとか言ってたらあかんですよ。共産主義の、 あの拷問のひどさとか、要するにあの殺し方のえぐさって言ったらシャレにならない状態なんで、はい、いうことになるんでこういう感じになります。で3つ目ということなんですけど、はい、こちらということですね。昔から続いた森や林を、クソの役にも立たない、ならない鉄に変えてしまうとね。はい、ちょっと描いてくれないですかね、宮崎駿さんね。はい、毛沢東を悪役にして自然を破壊しまくる人とかにね、ちゃんと映画みんなちゃんと出してほしいんですよね。宮崎駿さんとかね、その風の谷のナウシカじゃなくてね、はい、ね、赤い国の、毛沢東とかねやってほしいんですよね。はい、木材ボロボロとかね、はい、木材ボロボロとかね、はい、まあ、蛍の墓じゃなくてね、スズメの墓とかね、はい、やってほしいんですよね。僕どんどん映画化していってほしいんですよ。毛沢東とかね、はい、とりあえず暴力で殺すんだとかね、とりあえず暴力でおら革命だとかね、革命だって、何がどう革命なのかよくないですけど、とりあえず暴力で殺すっていう、はい、まあ、知識人を殺すとかいろいろあるんですけど、とりあえず殴っとけみたいなね、はい、とりあえず殴っとけってね、それで何が革命が起こるのか分からないですけど、とりあえず殴っとくと革命が起こるらしいです。いいですか、とりあえず殴ると革命が起こるっていうのは分かりやすい説明で言うとそういう感じですね。はい、で2つ目がこれ、指先一つでこうスズメが全滅って、タタ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 ってやるんですね。はい、自分指は命令出すってわけですかね、はい、殺しとけっつってね、はい、はい、まあ、そして、まあ、餓死で要するに人間が数千万人ぐらい死にますよということですね。で、あとは、まあ、昔から続いた森や林をクソの役にも立たない鉄にするということですね。はい、まあ、自然保護主義者がなぜ共産主義を信奉してたり社会主義を信奉してるのか私には理解できないですけどね。森を守ろうとか言ってね、私は共産党に入れてるんですよとか言って、破壊したいのかなっていう、破壊したいのかなって、あ、そっか、破壊したいのかっていう感じですね。はい、こういう森林を守らなきゃいけないんですよ、そういう活動をするために共産党に入っているんですよ、破壊した人ですけどねっていう、何を考えてるんですかっていう話ですね。はい、ということですね。はい、あとはフェミニズムも多いですね。フェミニズム多いですけど、共産党とかね、なんか社会党を中心としたなんか立憲民主党とか左翼政党ってあるんですけど、毛沢東さんって女を人間と扱わなかった人間っていうことの代表例なんですけど、フェミニストの方々そういう共産党とか支持してて大丈夫ですか。はい、初め表向きはそういうこと言ってたんですよね。
はじめ表向きそういうこと言ってたんですけど、女はべらして気に入らなくなったら殺したりとか、そこら辺に捨てたりとか、そういうふうなことをやったっていうのが共産主義なんですけど、言ってることとやってることが違うっていうのは基本ですからね。言ってることとやってることが違う、平気で嘘をつくっていうのはもう基本中の基本なんですけどね。はい、それは何みんな言うんですね。フェミニストとかそういうのね、言うんですね。環境保護団体とか社会を良くしましょうとか、みんな平等なんですって、心の美しさって大事ですよねとか、まあ、そういうこと言ってる団体にこう、要するに、あ、その通りだね、素晴らしいね、心が美しいっていいわねっていうふうに言ってると、まあ、こういうことになるわけです。はい、こちら、はい、どうも。まあ、数億死のうが数千万死のうが知ったことではないですよというのが、まあ、毛沢東先生ですね、これね。はい、毛沢東先生ですね。はい、これわざわざ毛沢東先生ですっていう風な話をしてるんですけど、毛沢東でもともと先生だったっていう話があったりするんですけど、はい、でいう感じになるんですけど、まあ、こういう感じですね。まあ、数億死のうが数千万死のうが知ったことではないというね、はい、まあ、悪魔の中で言ったら頂点ですよね。はい、悪魔というか今までやった脅迫犯罪の中の頂点中の頂点に立っているという風な感じになっているということになります。で、話の本番はこっから、ここでお腹いっぱいになってもらったら困る。これは今もなお続く地獄なんだよってことなんですよ。今言ってみろよ、日本の要するに隣に存在している国、中華人民共和国やろ。中華人民共和国で天安門広場には誰の肖像かかっとんねん。毛沢東が飾っとんちゃうんかよ。マスコミとかでも要するにバーッと流れてるのは毛沢東国家主席ですって言って、これ調べてやで、いいですか、これ調べてやで、ちょっと調べるだけでこの程度出てくるんですよ。もう虐殺の要するに画像とか見ていたらもうえげつないことになりますけど、そういう状況になってますよっていうことになってるんですよ。そういう状況になってますよって。で、4500万人が1億人殺されてるんですよって話になって、でも別に毛沢東が良くなかったとは中国では一言も言われないんですよ。だから俺は言ってんすよ、今もなお続いてる地獄やろって。一応言っとくぞ、一応言っとくぞ、今やろうとしてる、その要するに中国の要するにやろうとしてるのが原始共産主義って、共産主義の中でも最もやばいやり方です。最もやばいやり方をやろうとしてるって俺は分かるんですよ。歴史に聞いたら共産主義にもいろんな種類の共産主義があるんですけど、最もやばい原始共産主義が始まるっていうふうに俺は見てるから、やると思うよ、これ悪いけど。原始共産主義で、あ、一番やばいやつやっていう風な感じになって、まあ私なんかは状況見てたりしたら、法令統治してるの見てたりすると分かるんですけど、まあ、多分原始共産主義に持ってきたいんだねっていう話になるんです。で、これがポイントになるんです。これは今もなお続く地獄なんだよってことになるんです。で、この国をマスコミがものすごく褒めるんです。いいですか、皆さんよく考えてみてくださいね。ディープステート、ディープステートって言った時、私はずっと言い続けてるんですよ。中国共産党でしょって。じゃあ前から見てたやつ何なんって話なんです。もう中国ってのはどういう風なんで出来上がったんですかって、まずははじめマルクスができてですね、インターナショナルか、第一インターナショナルで第二インターナショナルで第三インターナショナルになったりするのと、第二インターナショナルからコミンテルに今変わりましたとか、いろいろあるんですね、これ。まあ、だからイメージするとマルクスが要するに第二インターナショナルとかでそういうんでこうやるガーってやって支持率を得て、まあ、ソ連邦というのが実際悪魔の要するに国が出来上がってしまって、で、コミンテルンっていうのができて、それを要するに受け継いでるんがここなんや。中国共産党を中心とする毛沢東国家として中心とする組織なんやぞって話なんです。いいですか、数億死のうが数千万死のうが知ったことではないんですよ。共産主義国家を要するに広めるためだったらどんな手段でも使うと言ってるんです。いいですか、よくわからない。しかも共産主義、このしかも共産主義の恐ろしいところって、毛沢東はものすごく贅沢してるから。いいですか、共産主義ってカルト宗教と、要するになんかそのわけのわからん、要するに共産主義って合体してしまってるっていう一番最悪のが、要するにこの中国共産党っていうのになってるんです。つまりトップは贅沢してます、でみんな平等だという夢を与えます。その共産主義の共産主義性とカルト宗教っていうのはこれは結びついてるんです。で、日本で行われたテロ、もしくは世界中で行われたテロ、ここを模範にしてるケースすっごい多いんやぞ。ええか、よう考え、日本でも行われたテロでもここを模倣されてます。よう見てください、毛沢東がどこに要するにこもってどういうふうにして何をしたかっていうことを考えたのと、日本で起こった要するに事件っていうのを、テロリストの事件っていうのを考えた場合にどういうふうな共通点があるかって見ればすぐ分かるんです。つまりこれっていうのは現在進行形で世界に地獄をばらまいてるということです。はっきり言うと現在進行形で要するにやってる。で、この国をマスコミが褒めるんでしょ。
をあのボロクソに言ってんの聞いたことあります？すごい褒めるでしょ。でこの国のことを要するに褒めないというような大統領が出た場合どうなりましたかって話なんです。まあトランプ大統領そうでしたよね。トランプ大統領どうやって出てきた？俺演説聞いておかない、チャイナの悪口連呼しまくってたから。初めて出た時チャイナの悪口をこう連呼しまくってバーって連呼しまくって出まくりました。結果アメリカ大統領という地位にありながらどれだけのマスコミたちがどれだけ要するにトランプのことをあることない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 こと、あるいは捏造してまで要するにボロクソに言ったかっていう光景をお前らはもう忘れたんかって話なんです。はい、もう忘れたんですかって話なんです。ってことはどういうことですかって話なんです。ディープステート中のディープステートは何ですかって言ったら中国共産党でしょっていう。まあソ連のコミンテルの生き残りっていうのもあるけど共産主義者じゃないのっていうのは普通に思うと思うんですけど、じゃあ日本ではどうなんですか、日本ではどうなんですかって話です。それは確かに共産党だから要するに、まあ、要するに社民党とか、まあ、あの分かりやすいのはいいとしてですよ。なんでその保守系の要するに議員にも入ってないと思うんですか。大企業の中にも要するにどんどん入り込んでるとか、ハニートラップで引っかかりそうなやつようさんおりますけど、ハニートラップとか金で要するに転びそうなやつなんてようさんいますけど、はい、っていうことになっちゃうんですかって話です。で要はそれが要するに大事になっているのは、いやだからこいつらがスパイだってやったらこいつらの思うつもりでって、それが狙いやからな。一番大事なのは標的を見失うなって俺が言ってるのはそうで、標的はどこかでどこの進行を要するに止めればいいのかって話なんです。前も言ったけど中国と日本が正面切って軍事で正面衝突した場合しますよね。中国は勝てないんです。勝てないからスパイを送り込んできてるんです。ね、勝てないからスパイ工作活動をしているんですよ、世界に対して。なんで中国がアメリカに対してスパイ工作活動をしたか、ソ連がなんでアメリカに対してスパイ工作活動をしたかって話です。要は武力を持ってはそのまま要するに正面から激突した場合に関して勝てないということが分かっているから工作活動をするわけじゃないですか。内部の失策を狙うわけじゃないですか。内部の失策を狙ってるんですよっていう話なんです。でだから内部の失策をしてるでしょって皆さんね。いやフリーメイソンだとかね、ユダヤの陰謀だって、ユダヤの陰謀って分かってるか、ナチスと要するにスターリンがばらまいたやつやと、ナチスとスターリンがばらまいたやつにユダヤの陰謀だとかに乗っかってるアホ要さんいますけど、今回もいましたけどね、今回バカだなと思ったんですけど、あのウクライナになんか施設なんかあの軍事規制とかあるって、お前ウクライナもともと何か言ってみろやと思う、ソ連やろって話です。はい、とかそういうことですよ。もう全部が全部だから毎回言ってんだけどまず共産主義疑えって俺ずっと言ってる。まず共産主義者の陰謀を疑ってください。大体答えが出るから。はい、ありますよ、カニバリズムだとか言って悪魔主義者だって言ってバーってプロパガンダ流すって手法、はい、あります。共産主義です。はい、あります。国際金融資本って金融によって要するに人々を牛耳られてるんだ、はい、それも共産主義者です。はい、それも共産主義者です。はい、で世界の中枢の中にこういう悪人たちがどんどん入り込んでいって要するにこの国を悪くしているんだと、はい、その手口まさに共産主義です。はい、アメリカ合衆国の大統領のすぐ側近から、国務大臣、財務省って、まあ、名前違いますけど財務、軍事、その他もろもろ全部入ってたのが共産主義です。それに対抗しましょうってできたのが CIA です。はい、なんで CIA が陰謀論で、それは誰から見たらですか、CIA って悪魔ですよって言う人いますけど、それは共産主義者の意見ですか、皆さんが共産主義者の意見やったら俺否定しないですわ。 CIA は悪魔だとかですか、そのなんか情報局、国家情報局が悪魔が入っているとかいうのは、皆さんが共産主義者なんやったら私はあそうですね、あなたにとってはそうですねって言っておりますわ。はい、あ中国の方ですねとか、はい、あソ連の生き残りの方ですかとか、はい、日本にあのなんか毛沢東思想を要するにやってました、はい、芸能人とかテレビの中にも要するに、洗脳してるって、それもあの共産主義です。まああのはい、入ってます。マスコミの中に入ってます。映画界入ってます、はい、文化界入ってます、はい、教育業界入ってます、はい、ありとあらゆるところに、要所要所のところで、直接間接を問わず入ってます、はい、ものすごく毛沢東に、影響を受けた人むちゃくちゃいます。これに影響を受けるなんてありえないですけどね。はい。絶対おかしいやんって分かるんですけど、はい。絶対おかしいやろって分かるんですけど、分からないんです。なんでか、情報が統制されてたから。はい。
ということなんです。このように出さない情報、出す情報、こういったものとか、相手の敵対勢力に対して籠絡できるやつを要するにやると、いうことを全部要するにやるということをやっているのがそういうことになるわけです。はい。ということでこれが共産主義の怖さということになるわけですね。よろしいでしょうか。はい。行って行き着く先が地獄かどうかよりも今この場が地獄に侵されようとしていることをなぜわからんねんって話。はい。今この社会がすでに要するに地獄、要するに地球に地獄が要するに張り巡らされるってことをなんでみんな分かっているのかって。オープン情報やぞこれ。はい。陰謀論でも何でもないぞ。ただの陰謀やぞ。はい。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。陰謀論を調べる前にしっかりと勉強しろよって話だよ。